はいどうもライクと申します。今回はね、まあ、OB 第6弾に登場しましたリー選手を使ってねリアタイの方やっていきたいと思います。いや正直ねこれねやがてはね極みする予定なんですが、もう仕事帰りに早速撮っておりますので、まあ、今回はね突なしでね勘弁してください。はい、というわけでね、まあ、能力見ていくと2と86パワー80能力なかなか高いと、あとまあ弾道パワーヒットですね。まあ、正直ね守備はねちょっときついんで、うん、どちらで打たせる専用かな。特殊能力アベレージヒッターパワーヒッターかチャンスという感じでね、うーん、まああれかな、パワーヒッターバージョンの前田智則さんみたいな感じかな。でこれアベレージヒッターはね結構ポイントで、まあ、パワーヒッター結構外角攻めされやすいんですよ。まあ、そんな中でアベレージヒッター持ってることによって外角攻めねミートして対応できると。なんかやっぱロッテ純正だとねもう結構持ってたらね有利だと思いますので、まあ、今回リー選手使ってロッテ純正でランク戦の方やっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう、レッツゴー。はい、というわけで1試合目の方やっていきましょう。うん、先行でしたねと。いや今回ロッテ純正なんですが、まあリーさんはねチャンスを持っているんで2番でやってます。はい、というわけでやっていきましょう。うん、お前パーリーグ魂やんけ。うん、まあまあまあとりあえずね、うん、まあ岡さんはねラインドライブでねパワーそんなめちゃくちゃ高いわけではないんで、まあまずね岡さんでねチャンスメイクして、まあチャンスでねリーを回していきたいという算段ですね。うん、というわけでしっかり打っていきたいところ。おー、いいよいいよ、雰囲気あるね雰囲気。あーミスった、最悪や。まあ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 とりあえずな、リー特能なんも出んじゃねえか。まあ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 リーさんね今回ね固有フォーム追加されましたね。あーこれは早いわ。まあねもともとね固有フォーム来ていたんでね OB5 段くらいのフラグじゃないかなって感じだったんですが、まあ今回ね6段での登場でしたね。まあこっちの方がね、まあ、個人的にはね選手取りやすいんで結構ありがたかったですけど、うわー、まず行ったかえれーゴーン、マジで、いや能力そうでもなかったけどな。 OK ナイス、しっかり打っていく。おー、これはおおー、惜しい。まあまあまあ、いやロッテ純正でもね、まあ、ある程度しっかり取れればいけますね。おっと、これも行っていく。いや待って、マリンズ打線意外と強いのか。はい、というわけで智也からスタートですね。いやこれねしれっとねちゃんとヒットは何本か打たないと、うん、そもそもねリーに回ってこないんで結構重要ですね。うん、ピッチャー変わってくる。うわー、ピッチャー玉地来るか。智也強いな。意外性出てるからな。意外性ってこれどういう基準に出るかあんま分かってないけどね。おー、ともやいいですね。よーし、オッケー。いやマリンズ打線まさかの4ホーマーです。マジでおもろい。おっと、これもいっていく。いや、これでまあとりあえずリーには回ってくるのか。いやね、まあもうほんとびっくりするほどねホームラン打ててるんですが、まあまあまあこれ岡でもう一回チャンスメイクをしてねしっかりやっていきたいところ。ああ、岡もちょっとホームランの雰囲気あるで。よーし、 OK。 ああ、お前もう空気読んでくれよ。あー、リー大ナイスケ、パワーヒット発動、制球パワー87。あー、まあちなみに育成追いつかなかったんで特の、うん、3レベルですね。なんかちょっとこれ疲れてるかもしんねえな。まあ疲れてるかもしんない、しっかり落ち着いていきましょう。いやリーさっきホームランだったからな。よっしゃ、見逃していく。これもうね球速結構落ちてる気すんだよな個人的に。よいしょ、あー、 OKOKOK。 まあまあまあとりあえずね2打数2安打の素晴らしい状態ではないでしょうか。はいはいはい、おいホームラン何本目これ、5本目くらいか。めちゃくちゃえぐくない。すげえな。よいしょ、これもいっていく。いやこれ強制も見えてきていますよ。あーお、はい、というわけでやっていきましょう。いやね2試合目なんですがね取れてなかったんだけど、いやーマジで最悪。あのねスマホのねあの電池残量結構ね、まあ、少なめでやってたんですけど、まあ、そしたらねなんかね、まあ、試合終わった時に画面見てみたら電池残り 20% ですって通知来てて、うん、取れてませんでした。いやマジで最悪やわ。というわけで実質2試合目になってしまったんですが、今回は高校ですねと。はい、というわけでやっていきましょう。うん、相手外側これ実質 A ランクみたいなもんやな。うん、まあ、とりあえずねしっかりチャンスメイクしていきましょう。
よいしょ、完璧これ、チャンスチャンス、まあ打球早すぎやて、オーケロベヒト攻撃しっかり出ていく。うん、じゃこれね、盗塁アウトの打順渋いんでね、まあ、今回盗塁なしでいこうか、シンプルに。リー、いや待ってこれは、うわあ、まじか、今の詰まってるか。うん、今捉え方悪くなかった気すっけどね。いやちょっと詰まってたのかな、うん、分からんけど。待って、ああ、もう最悪、ああもう、あ、待って、負けたかもしれない、え、普通に負けたかもしんない、やべ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 、いやマジでまずい、これ落ちて落ちて、さすがに落ちて、いやお前ちょっとマジでまずい、これ本当に本当にやばいです、これ。あー待って、ミスった、あーもう負けやんけこれ、もう普通にやばい、あーもう最悪や、落ちた、落ち落ちよ、あーもう、まあ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 、まあ、気を取り直していきましょうか。うん、まあ今回のメインあくまでもリーだからな。うん、別に勝ち負けはね、あんま関係ありませんか。あ、リーも打たなかったか、さっき。もう最悪やんけじゃん。まあまあ、とりあえずしっかり打っていきましょう。いやー、マジか、点取れなかったら終わるな。いやー、マジミスったな。落ちる、落ちる、落ちる。いやー、マジか。やってるわ。まあ、とりあえずリーね、まあ、アベレージヒットはしっかり出ていくと。え、一回ちょっとこれインコース待ってみようか。あーやべ、打っちゃった打っちゃった、あ待って、普通にグダってるグダってる、一歩も動かんかったな今、えぐいな、よーし、オッケー、しっかり打っていく。まあ落ち合いはな、いつも使ってるからな。ちょ待って、頼む、とりあえずしっかり落ち込む、うん、長打警戒ね、よーし、OK、しっかりミート落ちしていく。いや、まずリーまで回そう、頑張って。とりあえず。よーし、OK、これは完璧なアベレージヒッター。よーし、よしよし、いいよいいよ。ともやー。ともや頼むぞ。お前、ともやゲッツーってのはマジ首だからな、いい意味で。ともや、ともや、ともや、ともや。よーし、パワーがないことがいい方向に働いた。あー、ちょ、今冗談で。ともや、冗談なんで許しない。よーし、OK。まあ、全身守備だからね、さすがに。よいしょ、OK。満塁でリー来たぞ。頼む、徳野、徳野。あー、まあまあまあ、阿部人パワーヒア出ていくと。よーし、マジ打つ。これ、グランドスラム来たらマジ安い。エスコンならワンチャンある、マジ。まあ、外角はツーストンが必要でいこうか。さっきね、外角初球から打ってね、失敗したから。うわっはっはっは。来たー。あ、嫉妬？関係ないっすよ。うん、まあ、失投もしっかり捉えてこそだからな。よし、あ、来た来た来た、これリーで流れ変わっとるね、うい、本当に流れが変わってるかもしれない、いいよいいよいいよ、いい感じですよ、高澤、まあ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 いいでしょう、ともや、ともや頼むぞ、ともや、おお、いいねいいね。いいですねやね、これナイス、しっかり、これ強制のチャンス、ミート上が外角そうです、あっはっはっは、お前